どうも皆さんこんにちは。チャンネル隊長の隊長です。皆さんは今までに科学や常識では証明がつかないような、そんな不思議な体験をしたことはありますか？私はあります。あれは今から5、6年ほど前のとある冬の出来事でした。あれは夜勤週最後の日でした。仕事が終わり、後片付けをして、連絡事項などの伝達があり、あとは皆荷物をまとめて帰宅する最中でした。そしてその時の私の上司に肩をトントン、肩をトントンと叩かれて、私は振り返りました。そうすると上司は私にこう言ったのです。お前さ、ツイッターだとさ、だいぶ元気だよな。とてもとても怖いお話でした。ほんと今思い出すだけでもゾッとするわ。ほんとに怖っ。元気ですか、 S さん。はい、私は今 YouTube してます。多分見てると思うのよね。見てなかったら、はい、すいません。はい、というわけでね、まあ大したね、怖いお化けの話っていうのはね、ないんですけれどもね。はい、まあやっぱ夏ですからね、夏といえばやっぱりこう心霊でね、ちょっと肝を涼しくして夏の暑さを振り切ろうみたいなね、まあそんなね、世間的なね、あるじゃないですか、昔から。はい、ということで今日はね、ちょっと心霊企画に挑戦しようかなと思います。皆さんのお家にはフィギュアとかプラモデルとかって多分あると思うんですよ。このチャンネル見てくださってる方たちだったら、うん、あると思うんですよ。プラモやね、フィギュア、それが突然ね、動き出したら、それめちゃめちゃ怖くないって話なんですよね。怖いですよね。絶対ビビりますよね。ちょっとね、今日こんなもん買っちゃいました。ドームです。いやー、かっこいいね、ドーム。はい、ドームでございます。こちらね、昔からガンダムが好きな人とかだったらね、ちょっと知ってるんじゃないかなと思うんですけど、こちら、ドムのラジコンです。これね、僕が小学校か中学上がるか、それぐらいの時に出てね、当時結構ざわつきましたよね。ドムのラジコンが出たぞと。ね、しかも当時ね、価格的にはね、確か3万から4万ぐらいしたんですよ。なのでね、まず子供は買ってもらえなかったです。本当にその当時、お金を持っていた社会人のガンダム好きのお兄様方たちがですね、大体買ったんじゃないかなと思いますけども。はい。これ今回ね、メルカリで買いました。いやー、まさかね、これが自分の手元に来ることになるとはね、思いもしなかったですけどもね。しかもこれね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。あ！手が取れた。はい、RC ドムでございます。はい。側がいいですね。すごくいいです。ぱっと見ね、MG かなと思っちゃいますね。うん。ここにね、モノアイと、あとここにもね、ちょっと LED があって。で、ここね、なんかね、赤外線のね、受光部になってます。なんか本来は、これ、なんか、ドムとボールがセットらしいんですよ。ボールが一個ついてて。で、それで、なんかね、ボールは、なんか自動で動いて、要は赤外線の銃で撃ち合いみたいな感じで、なんか対戦できるらしいんですよ、これ。でもね、ちょっとドーム単品しかなくて、ちょっとそれはできないんですけど、で、下にこうやってタイヤがついてて、まあ、ここが動いて、こう自由にね、こう動くんですけど、ドームってね、ホバーじゃないですか。だからドームってこう足ついてるけど、実際はこうやって動くんですよね、こうやって。こうやってね、こうやって。ああ、そう、ドムの動き。ドムの動きですよ、皆さん、これ。ドムの動き。まあ、そのドムの動きを再現したラジコンになります。でね、これ今、ジャイアントバーズ持ってるんですけど、ちゃんとほら、サーベルもついてます。ちゃんと黄色と青。ね。もう好きな方選んで、もう好きに使ってっていう。で、コントローラーがこちらです。でかいね。こうやって操作するんだね。すごいね、これ。バネも強くて。なかなかいい出来ですよ。じゃあ、早速、ちょっと電源入れてみますか。はい。おー、ドムだね、これ。ドムが攻めてくるよ、これ。あー、怖いね。はい。で、この後ろの、ここにね、スイッチがあります。おー、びっくりした。はい。あ、今ね、ほら、物は光りましたね。
光ってますね、これ。はい。で、この状態で、こいつをポチッと。お、始まった。始まりましたよ。アムロ、行きます。おお、お、お、これ操作難しい。おい、ええ、ええ、やめろ、やめろ、やめろ、怒られる、怒られる。やばいって、やばいって。ドム、ドム、ど、ちょっと、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、やばい。それ、嫁のバルバトス。ちょっと待って、待って、待って。どうしよう、どうしよう、どうしよう、これ。え、ちょっと。おお、まあ、こんな感じに動きます。すごいね、これ。おお、早い。うわあ、ドムーということで、今日はこれを使って、ちょっとドッキリを嫁に仕掛けたいなと思います。はい。ね、カメラを何台かこの部屋に、置いといてですね。で、これをね、さりげなく、どっかに置いといて。で、嫁がね、ここでなんか今からガンプラの動画撮るとかいう話をしてたんで、で、それに合わせて、ちょっとね、こいつをこっそり動かした時の、嫁の驚く表情をカメラにバッチリ収めてと思います。こちらにカメラがね、1つ、2つ、3つ。はい。この部屋カメラ3つでね、回していこうと思います。よし。いいね、今電源入りましたね。で、こっちももう勝手に動く、勝手に常に動くな。もう動くな、もう動くな。早いって、早いって。ちょっとちょっと、ちょっと作戦変更します。これね、なんか操作してない状態でもね、なんかわずかに動くのよ。もう部屋入ってきた瞬間にバレちゃうから、ちょっとね、途中でプラモ作ってる最中にこっそり乱入させる作戦に変えます。ちょっとなんかずっとなんかノイズもずっとね、これスピーカーがついてるんですけど、このドーム本体にちょっとね、やっぱり年季が入ってるんでね、ノイズが入っちゃってますね。なのでちょっとこれ作戦変えて、ここに置いとくんじゃなくて、プラモ作ってる最中にこっそり乱入させるみたいな、そんな感じにしたいと思います。
取れてるし。あ、と、いい、多分さっきの衝撃で取れちゃったんだろう。ドームはほら、ドアにぶつかると手取れちゃうからさ。劇中にはないけど。小説版にはあるかも。いや、小説、ないでしょ。え、ラジコンってこと？はい、そうです。そちら、ラジコンでございます。ドムコン？ドムコン。はい。いや、それでさ、うん、あの、突然ね、その、プラモデルが動き出したら怖いじゃん。それ怖いわ。うん。そういうドッキリにしようとしたんだけど、うん、僕があまりにも操作が下手すぎて。ね。ね。なんか、全然ドッキリにはなんなかったんですけど、すいませんでした。もっとちゃんとやって、はい、やるならはいちょっと訓練受けます。いやでもこれすごくない？え、これはすごいよ。ちょ、これさ、ちょ、リモコン見て。あ、ごつ。それで今日から君はドム乗りだ。うわ、ちょっと遊んでみてよ。僕一番うまくドムを使えるんだ。横ターボじゃん。横ターボ。横ターボじゃん。うまいじゃん。なるほど、そういうことか。え、うまいやん。俺よりうまいやんけ。前に進むのはこの、ちょっと待って、こっちが左右だよね。そうです。これで回るから、前に行く。痛い。私はさ、うん、それよりもさ、うん、あの、私がちゃんと色ごとに分けてたパーツが全部ぐちゃーってなってたことの方がさ、すいません、それあの、僕ドームでぶつけました。お怒りワックスですよ。すいませんでした。お前か。すいませんでした。お前か。うちのドームが。お前かね。お前の親はどこにいるんだ。親の顔が見てみたいな。こんな悪いことする子はな。メガネかけて髪の毛すごい早く伸びて、ちょっとぽっちゃりしてて、嫁の車いじるような親なんだろうな。 100% 俺なんだよな。すいませんでした。すいませんでした。はい。この子どうすんの？え、あ、そ、じゃあこっちを遊ぼうぜ、それで。お、僕が一番うまくドームを扱えるんだ選手権。いいね、やろうよ。せっかくそれ買ったし。買ったし。買ったし。じゃあやろう。次回やろう。はい。それでは本日もどうぞご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と評価ボタンの方お願いします。お願いします。それからツイッター、インスタ、通販、ファンコミニと、ん？ファンコミ、どうした？どうした？それからツイッター、インスタ、通販、ファンコミ、いろいろやってるので、よかったら概要欄から確認の上、フォローお願いします。お願いします。お待ちしております。それでは皆さん、ご安全に。ご安全に。ドッキリの計画は綿密に立てましょう。はい。バイ。あ、心にきました。悔しいです。やっぱね、寝起きにこっそりこう部屋入ってブロワーかけるぐらいじゃないとね。くそー。次は負けないんだから。